すがすがしい朝だ。太陽すら俺に味方している。うんうん、世界救った人のテンションしてるじゃん。へっへっへ。魔の3連休はどうなったんだよ。解決。おお、諦めてお母さんとこ行くことにした。違う、宝っちに泊まることになった。イエーイ。じいちゃんばあちゃんが旅行でいない間、お母さんとこ行かなきゃなんなくて、バカほど気まずいのは分かってんだよ。お母さん。うん、仲悪いわけじゃないんだけど、絶対会話続かねえもん。なあ、うち来る？え？家いるの嫌なら避難しに来りゃいいじゃん。服も全然貸すし。いいの？ん？それは救いの神かよ。へえ、よかったな。うん。何？タカラとアマギって、うん、謎に仲いいよな。タカラすごいアマギのこと気に入ってね。あれね、あの委員会が あの一緒だから、あの仲良くなっただけ。あの寝床だけ借りる感じな。ああ、そう。なんだよ。そうだったのね。ほう。うん、分かりやすいって時に魅力的だからいいと思うよ。は？ちなみにご家族の方はどなたかお家にいらっしゃる？うん、夜勤と合宿だって多分合わないんじゃね。は？これは本当に悪質な好奇心ではなく、何でも話聞くから、できる限り味方すっから。な、なんそのノリ。ああ。まさかの連休予定ゼロ。なんで全部断ったの？そこに愛がなかったから。一生言ってろ。そもそも全員勘違いしてっから。俺の周りだけ厄介な女の子しかいねえの、なんで？思わせぶりな態度取ってる田中だけが絶対役。言うて俺の中では友達で完結してるからね。それなのに照れてることにされてんの。童貞でもあるまいし。本命に手を出さないタイプってバカ、幻想、オツ。お前も同じこと言われてんべ。ありえねえべや。すねえ。今日ほどご機嫌な金曜日はもう訪れないとすら思う。何笑ってんの？空が青いからっすね。もう日暮れそうなんだけど。じゃあ星が綺麗だからしね。それはまだ早い。俺は今日からタカランチでベリーハッピーな休日を過ごすのだ。はあ。初タカラの部屋。あ、バリ真面目。あんま見ないで。ごめん、この机はキャラ壊れるな。普段の俺をキャラとか言うな。うわっ、何やれ。あ、これ持ってる。これ持ってない。部屋偽装なんか、俺の知らない宝がまだまだ出てきますな。楽しい？そりゃ嬉しいじゃんけ。しかも今日はずっと一緒にいられるんだもん。夢だったらどうしようって感じ。へっへっへ。笑い方な。
だからやっと担当して。やだよ、隣で口出してくるやつうぜえでしょ。お、いけそうじゃん。ゲームに集中できない。あ、え、これワンチャンリクルートあるよ。コインの位置確認してみ。ああ、本当だ。近い。そうじゃん、今日二人っきりじゃん。人生ゲームで子供たくさんできすぎて車に乗り切れんくなったタイプ。うわ、それがあったか。人狼で意味もなく最初に殺されるタイプ。ああ、なるほど。ああ、いるいるいるやつだ。ちょっと待ってね。ウノって言い忘れてたけど、誰も気づかなかったから1位になれたタイプ。であ、スピードにガチってカードなくすタイプ。あ、はい、俺の勝ち。先風呂入ってどうぞ。うわー、くっそー、あと2枚だったのに。ちくしょう、本当に先もらっちゃっていい？どうぞどうぞ、ごゆっくり。今日って普通に寝るだけだよな。俺気づいちゃったんだけど、これ普通の恋人ならなんかするの？泊まりで、もしかしてそういうあれなの？やべえ、魔の三連休を阻止できた喜びで何も考えてなかった。まあいっか、いつも通り普段通りで。知らん知らん。ジャストフィット、俺。わかりました。ええ、いや、タカランチの風呂すっげえいい匂いでビビったわ。俺の手めちゃくちゃあったかい。ポカポカ。へえ、あったかいっつうか熱くね。まあ匂いは分からんけど。当たり前だろ、だからいつもと同じなんだから。そうか、じゃあ俺も入るわ。ゆっくりしててください。やばい、なんだ今の。深くキュンとした。
距離感バグりすぎ。天樹っていつも何時くらいに寝て、どうした？だから今日って何もしない？は？何もって何？すいません。今の忘れてください。あ、てか、宝くん、半袖寒くない？なんか、長袖を知らない小学生の男子みたいな。もしかして、ここ、夏？天城さんは腕開けてる。体操服やっけ。バカにすんね。してない。真面目に体育出てる証拠っすもんね。ちょ、どっから元の肌の色か確認してあげる。いやいや、それはやらしいよ。なぜに？脱がせる気じゃん。いやっすか。いや、っていうか違くて、あの俺さ、すいません、恥ずかしながら経験がなく、その上勉強不足で、そういうのがよくわからん。ごめん。だからさ、どうすりゃいいか宝が教えて。そしたら俺何でも頑張る。悪い。え？ちょっと。放置ガビーン。頼む、誰か説明してくれ。またなんか間違えたのか？ドン引きされた。
今日は辞める。すげえ嬉しかったんだけど、頑張ってもらうものじゃないし、別に焦る必要もないからな。びっくりさせてごめんね。嫌がらないでくれてどうも。気持ちが落ち着いたらにしましょう。もちろんお互いに。正直めちゃくちゃ安心してしまった。宝の優しさが申し訳なくて泣きたくなった。嫌なわけないべや。あんま俺を調子乗らせんな。俺も宝のこと本当に好きなのに説得力がない。すぐ避けちゃうし、空回りしちゃうし、何も返せない。何か一つくらい宝に喜んでもらえたらいいのに。天城って人のベッド平気？うん。じゃあこちらでお休みください。おお。ありがとう。宝も一緒？一緒？俺は下の階のどっか適当なところで寝ますよ。え？なんで？だったら俺が適当なとこで寝るよ。床でもいいし。万一で親にバレたら俺が殴られるんで。大切な息子さんの寝床を奪う男になってしまう。なりません。うん、もっと雑に扱ってくれよ。ダメ。甘えてばっかでごめんな。朝起こしに来てほしい。お安いご用よ。じゃあ起きたら連絡するわ。何の意味がある？おやすみ。待って待って、だから大好き。また明日。明日も大好き。おやすみなさい。どうも。じゃあ。失敗しかしない。伝われ伝われ伝われ。重いだろうから俺の気持ちの10分の1くらい伝われ。もしもし、田中。ウィッス、どうした？子守歌頼んだ。は？気象？気を紛らわせないと扉破壊しそう。何それ、眠れねえの？うん。つうかもう世界一大切にする。絶対俺が幸せにすると決めた。ごめん、遠慮しとく。
お前じゃねえよ。